おはようございます。おはようございます。非常に暑い日々が始まりました。始まりました。今日の予想38度。うん、8度。ということで、だいぶ盆栽も人間的にもちょっと過酷な時期に来ております。日々の水やりにちょっと追われる毎日が続いていたんですけども、はい、今ちょっと朝から水やりしてますと、若干盆栽の乾きが遅くなりまして、うん、乾かなくなってきました。まあ、いわゆるそうですね、まあ、休眠とは言わないですけど、若干寝てるような水が吸わなくなってきたような時期になるので、まあ、うちの園では当時園系では、夏に五葉松植え替えるっていうのをやってまして、はい、なので今回は五葉松の植え替えをしたいなというふうに思ってる次第です。まあ、ちょっと硬い、はい、暑くて頭が回らないかもしれませんけども、はい、やっていきたいなというふうに思います。はい、お願いいたします。それでですね、うん、今回使っていく、五葉松なんですが、盆栽祭りの時に、近くの売店で売ってまして、まあ、この食いつきが面白いなと思って買った木ですね。カントさんが買った木？そうですね、完全に自分で買っちゃったやつなんですけど、はい、この雰囲気と体が荒れてるので、うん、まあ遊びでいいかなというふうに思って買った木です、はい、ただ鉢がいい鉢に入ってるんですけど、ニールというかひびが入ってまして、はい、その直しがあります。であとはこの木の雰囲気どうしてもまだ合わないというか、鉢が大きすぎて、ちょっと硬すぎる印象にある木なので、今回はちょっと丸い鉢、うんに植えてあげて、この雰囲気に合わせたような姿にしていきたいなっていうふうに思います、はい、夏場の植え替えっていうことに関して、まあ、若干説明しますと、以前からずっと先代の代からですね、夏に若干の、活動を停止する時期が来るという、水の吸い上げが遅くなった時期に植え替えをすると、そうすると割と無理して植え替えができるっていうのがうちの昔から言われていることで、ただそれには、鉢をしっかり温めないといけないという条件があるんですね。鉢を温める、うん、そうすると根っこがちゃんと出てくるっていうような、なのでいろんな条件はあるんですが、しっかり植え替える時期としては五葉松に関しては今もできますよっていうような感じですね。夏の暑さで鉢が温まるっていうこと？そう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 、大丈夫と思われる方いらっしゃると思うんですけど、はい、しっかり水が頻繁に見れて、うん、そういう環境の方はやってみてもいいんじゃないかな。はい、五葉松だけ？そうですね、はい、どうしても五葉松だと水を辛くするっていう風に、辛くっていうのは水を控えめにするっていう意味なんですけど、はい、あげすぎるとこの根っこの調子が悪かったりとか、葉が伸びすぎたりっていう作用があるので、比較的水はあげすぎない方がいいっていうふうに言われてるんですけど、植え替え直後に関してはまあ結構水はしっかりあげた方がいいので、そういう環境の方はやってみてもいいんじゃないかなというふうに思ってます。なので早速植え替えをしていこうと思います。今長方のこういうようなまあね、胴ひもが入ったようなこういうような硬い鉢に入ってるんですけど、こういう文人の木って言いますと、こういうようなまあ、いわゆる南蛮って言われるような鉢ですね、はい、が合うっていうふうに言われてます。柔らかさとこの肌のきた古さを、まあ、一番調和させることができるというか、うん、まあ、ツルツルになっている鉢でもいいんですけども、少し若干こう土目の粗いようなゴツゴツしたような鉢だと、まあ、この古さと調和が取れるっていうふうに、まあ、言われてますので、こういう南蛮が、まあ、一番合うのかなと思って用意してみました。で今回こういうような3つ形が違うやつを選んでみたんですけど、そもそもこの根っこの状態は私見てないので、はい、これに入るかは分からないです、うんうんうん、なので一回まずは、根っこをさばいてみて、それからまた鉢を合わせて決めていこうかなというふうに思います、はい、その前になんですけど、一回フルッパ要は、うん、一昨年の葉っぱとか去年の葉っぱがついてるんですけど、はい、それを整理してあげたいかなというふうに思います。今のこの木の状態だと上の方ってだいぶ枝数とか芽数が少ないのでスカスカな状態なんですね。なのでボリューム感を出したいので葉っぱは取りすぎないようにしたいなっていうのが第一にあります、はい、なので この木の場合は
去年の葉っぱと一昨年の葉っぱがついてるんですね、うん、なので一昨年の葉っぱだけ取ってあげて、はい、去年の葉っぱ残したいなというふうに思います、うん、去年の葉っぱと一昨年の葉っぱの差をちょっと見ていただきたいんですけど、この黄色っぽい葉っぱ、これが一昨年の葉っぱになります。ちょっと この辺にまで来ると若干淡い黄緑、これが去年の葉っぱです、はい、ここの鮮やかな黄緑が本年の葉っぱ、本年バーですね、はい、今回はこの一昨年の葉っぱを取ってあげようかなというふうに思います。で、これぐらい黄色い葉っぱであれば手で取ることができますので、これを一斉に全部取って次から植え替えようと思います。逆に去年の葉を取るタイミングはどれぐらいですか？まあ、この木に関して言うと、うん、ちょっと弱いところも多いので、そのまま来年と同じような時期とか黄色く色づいてきた時期に取るといいと思います、はい、ただ例えば八つ下小の五葉松だったりとか、うん、二所の五葉松でもすごく芽吹きの良くて、詰まっている五葉松に関しては中の方が蒸れてしまいますので、うん、そういう場合は去年の葉っぱも取ってあげた方がその蒸れを防止することができます。なるほど。で、蒸れてしまうと中の方から出た、まあ、胴吹きっていうようなちっちゃいような芽を腐らせてしまうというか、うん、枯らしてしまう原因になるので、そこに光だとか風通しを良くしてあげるために取ってあげるといいですね、はい、何度も言うのにこの木に関しては、まあ、スケスケというかスカスカなので、うん、逆に言うとボリューム感を出すために去年の葉っぱはつけていこうかなというと思ってます、はい、去年の葉っぱとか一昨年の葉っぱ取る時もですね、例えば下向きにちょっと生えてるような葉っぱがあれば、まあ、本年の葉っぱでも取ってあげるとすごく上向きに見えるので、それぐらいは1、2本でしたら全然やっていいと思いますね。この黄色いのが一昨年の葉っぱです。これは手で引っ張っても全然すぐ取れちゃう、全然力入れなくても取れちゃうような感じ。これもそうですね、これ、うん、はい、ここが新年葉なんですね、これ今年の葉、今年の葉、うん、これが去年の葉、うん、ここが境があるの分かりますか、はい、で、この葉っぱを引っ張ると結構ね、粘着性があるというか、うん、まだ引っ張っても残そうという力が強くて結構ね、ビッて引っ張らないと取れない、うん、で、取ったら取ったで、ここから松ヤニが結構出てきたりとか、取ったところが結構黄緑だったりします。こういう時は手で取ってもいいんですけど、より負担をかけない方法はハサミで切るんです。こうやってこうしてあげた方がより木には負担がなくて葉っぱを取ることができます、うん、手で取ってもいいんですけど、より木のことを思ったやり方はこういうやり方ですね、はい、今やってるのは一昨年の葉っぱなので、葉っぱは全部手で取ってで大丈夫です。で、あと気をつけなきゃいけないことは、うん、古っ葉を取るときに、まあ、手で取るときなんですけど、めんどくさくて何本か一緒にまとめてビャーって取るとき、うん、あると思うんですよ。そういうときに一緒に皮までベロってめくれちゃうことがあるんですよ、はい、なのでそれを避けるためにはしっかり一組ずつ取ってあげることが重要かなと思います、はい、一組ってこの五葉の五本ですね。これで一組と表すと一組ずつ取ると、はい、あのベロってむけずに済みます。はい、いました、はい、やっぱり入れましたので早速植え替えていこうと思います。じゃあ外していきます。多分最近の植え替えだと思うんだよな、ここ 2,3 年の 1,2 年かな、確か。売るためにとりあえず入る鉢に入れたって感じ。こんな感じ結構緩そうだもんね。
全然根が張ってないし、まあ本当に乾かない木だったので、食いつきが良かったのかな。なんか面白くない。うん。やって出てて。出ててね。長さも何とも言えない長さ。そうそう。だからもうちょっとね縮めたい感じはあるんですけど、どうしても水分がそんな乾きが良くなくてっていうような根っこですよね、これね。どういうこと？根っこの元気さが。ちょっと弱いというか、極端に元気じゃない感じは、ただ新しい、ね、根っこが出てるので、はい、あの木自体は全然健康なんですけど、めちゃくちゃ元気かっていうと、そうではないです。はい、何やってるんですか、工事。芝刈りでしょ。芝刈りをされてるって大きなさん。結構この奥が根っこが張ってないですね。泥っぽいのは取ってあげた方がいいかもしれないですね。はい、根はあんま切らないのかな。根はね、でもね、切ってあげないとダメですよ。あ、そうですか。伸びてるやつ。伸びてるやつ、特に太いのは取ってあげた方がいいです、ね。鎖かけてるやつあるんですよね、こうやって、はい、もうまあ折れちゃうんですね。水が通ってないですね。こういうのは取ってあげないとまた腐る原因なので、それが腐敗するんですよ。なるべく細かいのがあるところまで切り詰めちゃった方がいいですね。はい、腐ってる。で、まず1個目、はい、盆栽が。盆栽？盆栽切るけどちっちゃいよね。あ、そうね、ちょっと不安定すぎます、ね。あと内側すごいすぼんでるから、もう少し大きいやつ。そうそう、自然感が出したい。まだこっちの方が。そうですか。でかい。ちょっとでかいね。ちょいでかすね。ちょうどいいかもね。そうね、これにしましょうか。はい、今網のセットが終わったんですけど、はい、今度鉢と木を止めるための普通だとブランコに使うやつの針金をこの穴に入れていきたいんですけど、こういう背の高い木、特に丸鉢に入れるときには若干太めの針金で止めてあげる方がいいと思います。背が高いんで風に煽られやすくて、細い針金だと効きが弱くて結構ブラブラする場合があるんですね、はい、そうすると根の、安定性に欠けて成長がちょっと影響が出たりとかもする可能性があるので、若干太い針金で留めることをお勧めしてます。で、今で言うとこれ2でもいいですし、 2.5 でもどちらでもいいのかなと。これを例えば 1.5 ぐらいでしちゃうと、若干留めてもグラグラする状態が続いてしまいますので、今回は 2.5 でやろうかな。 2.3 ぐらいがベストかもしれない。今 2.3 がなかったからなので、土地としてね、安定性がある木だったら、全然細くてもいいんですけどね、あとはちょっと根も細めで本数も少なかったので、で、3本ちゃんこ穴があるときはですね、はい、この三角形に針金かけるといいですね。なんか針金の穴みたいなのありますね、これね。あるけど僕はそっちは基本使わないですね。これに2本入れるのは無理なんで。3本で固定するってこと？3本、はい、まあ、2本でもいいんですけどね、まあ、より安定を出させるために、特に風に煽られやすいやつとかはより強力に止めてあげた方が植物の育成上いいですね。本当の底にだけ、いわゆる中粒ってやつですね、これ。若干の水はけを良くしてあげます。
ね、これが小粒をふるいでふるったやつですね、うん、でふるいから落ちたやつがこれ、もっと細かいやつ、ね、もうちょっと細かい、はい、でここが結構当たりそうだったので、ここら辺のちょっといらなそうなやつは切っちゃう、うん、理想はこの丸鉢に入れる際は真ん中に入るといいです。この鉢は水抜けの穴がなかったので、若干起こそうかなと思ってたので、これぐらいかな。残りの土を入れていきます。2種類混ぜて入れるんですね、はい、下に大粒入れて上から小粒入れると、こうつくときにうまく混ざるんですよ、うん、で性質上下に細かいのが移っていくのでちょうど良くなってますね、うん、で根っこが少なかったところとか、結構さっきね泥っぽいのを落としたので、そういう場所には土を入れていくように、下からつくような感じ、入れ込むような感じで入れてあげてください。どうかな。で若干飛び出した根っこ切っちゃいます、ね、うん、この飛び出した根っこも根っこが大きれば切っちゃって全然大丈夫ですし、うん、ちょっと根っこが少ないだったら入れ込んであげるといいかもしれないですね、うん、こういう分人長の木だと若干の高植えをしてあげると、木が古くて景色が出るので、まあ、こういうところをわざと少し高めに植えてあげるといいかもしれない、うん、で最後に仕上げで中心なんですね。中心ばかり増えてない近くなってるでしょ、こっち道をやってんのかもしれない、うん、こういう感じかな、はい、はい、ここで今カンタ君の車ぐらいの車、ね、ちょっとあっちが気になってます石が飛ばされてる、石が飛ぶかな、夏なので水が冷えてからあげましょう、はい、水はけが良くて気持ちよさそうですね、うん、最初の土だと本当に乾かなくて2日ぐらい水がなかったりとか全然したんですけど、うん、正解が終わりました。最初のイメージとはだいぶ違って、うん、時代感が出たのかなと思います。さっきの硬いような薄い鉢に入っているとどうしかっていうと、まあ、鉢がでかすぎるよなって印象になったりとか、うん、上と下のバランスがおかしいよなっていう感じがあったと思うんですけど、今のこの南蛮っぽい鉢に入ることによって全体が一気に今閉まったというか、うん、調和された感じが出たと思います、はい、なのでやっぱりこうやって、まあ、洒落た木でも肌が来てるような木は、うん、どっちかというとこう何でしょう、そこまで主張の激しくないような土目がこの時代を出すような鉢に入れてあげると、うまく木との調和が取れるんじゃないかなと思いました、うんうんこの授業はだから植え替え何がいつまでやっていいですか、ね、そうですね、目安で言うと昔から7月から8月の間っていうふうには言われてまして、うん、で今の気温が38度でして、大体そうですね35度を超えた日が続いてくるとだん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 乾きが遅くなってくる印象になります。なるほど。なのでその時期に入ったらやってあげればいいんじゃないかなと思います、うん、この動画が出るのは7月の3週目とか、うん、そんぐらいかな。なのでまあ4月末とか8月初めぐらいにやってあげれば、まだ間に合うのかなとは思いますけども、はい、重要に考えないといけないのが、
この植え替えた直後なので、まあ、先ほど言いましたように五葉松だけど水はちゃんと見てあげる必要があるので、うん、そこができる方かなというふうに思います。これせっかくやって枯れちゃってもまたね、それはそれでやっぱり嫌なイメージになってしまうと思いますので、はい、しっかり水やりが日頃昼間も見れるような方がやっていただく分にはいいんじゃないかなと思います。で、重要なのはこの後の管理なんですけど、しっかりこの鉢を温めないといけないんですね、はい、なので日陰に置いたりとかせずに、あのしっかり日に当たるように、熱が鉢に伝わるような場所に置いてあげることが重要ですね、はい、そうするとしっかり根っこを張る条件が整いますので、そういう場所に置いてあげるといいと思います、はいはい、まあ、寒冷舎の中とかでも鉢の温度とかは上がりますので、うん、そういう場所でも、まあ、いいのかなとは思うんですけど、はい、日陰じゃなければ、そうですね、しっかり日の光で鉢の温度が上がるような場所に置いてあげるといいと思います、はい、ちなみにそういうの自信がない人は普通に4月とか3月とか、そうですね、4月とか、まあ3から4、4月っていうふうには言うんですけど、うん、まあ、5月ぐらいに植え替える人もいますし、秋口に植え替える人もいますけど、僕の印象だと若干遅めがいいかなと。4月とかだから雑木が初めに来て、うん、その後にだんだん小白になってくるんですけど、はい、春先でも後の方に植え替えてあげる方がいいですかね、うん、葉っぱが展開する前には絶対終わらせた方がいいんじゃないかなとは思うんですけどね、うん、僕の場合は、はい、ただそれよってここの大宮の土地で僕がやってきた経験上の話なので、またそれが地方に行ったりとか環境によって全然長野の方とかだと気温の変化も違いますし、あとは四国の方だったら気温の変化も違うし、それはもう日本全国で条件は違いますね。うちの場合はっていう感じなんですけど、はい、という感じかな、という感じで、はい、まあ、大事なのはその後の管理なのそうです、ね、かもしれない。やっぱり小白で特に御用は辛くっていうのは、うん、みんな言うことなんですけど、植え替え直後に関しては根っこがない状態なので、ここもしっかり我々が保護して水やってあげないといけないですね、はいはい、それは雑木も一緒なんですけど、うん、なので植え替え直後はしっかり水はやってあげるようにしましょう、はいはい、ということで、この動画がいいと思いましたらいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。お願いいたします。 Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。熱い。熱い。熱い。死ぬ。おまけなんですけど、うん、夏場あれ今までちょっと乾いてたのに乾かなくなったなみたいな木があった場合の対処法なんですけど、こういうまあ何でしょう、つばい法とか木材をですね、こういうふうに、鉢の下に置いていて、うん、少しでも水が抜けるようにしてあげるといいのかなと思います。斜めにすると水が全部ここに溜まるので、この辺から出てきますから、うん、より乾きやすくなってきます、はい、で特に調子が悪そうなやつとかはちょっとやってあげた方が根にはダメージ入りにくくなるので、そういう作業をやってあげるといいと思います。乾きにくいなと思ったらやる。そうですね。でしかも見た感じちょっと調子が悪そうな木はちょっとやってあげた方がいいかもしれないです。あとは植え替え直後っていうよりかは結構日にちが経っちゃってるやつはやってあげるといいかなと思いますね。商品も同じですか？商品もそうですね。ただそれでも乾きやすすぎる場合もあるので、はい、そこはご自身の水やりのタイミングとの兼ね合いかなと思いますけど、うん、でさっきの木もなんですが、従来の気温と変わってきたので、うん、従来の知識が全て当てはまるわけではなくなってきたのかなと思ってます、はい、本当に僕らの先代の時代から考えるともう50年以上は軽く経ってますし、うん、もっとすごい年数が経っている知識の話なので、はい、この40度近い気温というのはまあ何でしょうね、その頃はありえなかったような気温になってくると思うので、うん、その気温になると今の知識っていうのは通用しなくなってくる場合がありますので、それは我々の経験で何とかしていくしかないのかなと思います、はい、なのでさっきの木もちょっと40度近い日があったら寒冷舎に入れてあげるのも必要なのかなとか考えてますね、
夏でもそういうことをやった方がいいかもしれない。そう、やっぱりどうしてもこの鉢の温度ってもう60-70度ぐらいになってしまうので、うん、そうすると完全に根っこを生やさなくなってくるんですよね、うん、だからその辺はちょっと僕らも勉強しながらって感じなんですけど、はい、皆さんもちょっと本とかそういうだけの知識じゃなくて経験から学んでみるといいのかなと思いますので、まずはやってみるってことかなと思いますので、はい、一緒に頑張ってこの夏乗り越えましょう。乗り越えましょう。はい、じゃあありがとうございました、はい、真面目な回だったです。